ファイナルファンタジー7に回帰して、まあ、あのリメイク作品を作ろうとしたきっかけなんですけども、まあ、あの2012年に、FF の25周年っていう、こう、5周年展っていう記念の回があって、終了したっていうちょうどいいタイミングだったので、まあ、その後のファイナルファンタジーを考えた時に、まあ、その残り自分が、何を制作できるかっていうのを考えた時に、まあ、あの常にこう頭の中に残っていたファイナルファンタジー7っていうのを、着手しようという、まあ、きっかけですね。まあ、あのリメイクを、ね、制作する際に、誰に話したかということと、まあ、その時どんな反応だったっていうことなんですけども、まあ、ちょっと昔のことなので記憶は曖昧なんですけども、まあ、最初に話したのはやっぱり 当時の原作のプロデューサーだった橋本さんと、まあ原作のやっぱキャラクターデザイナーの野村哲也に、話しました。まあ、リアクションはやっぱりこうあのマジかっていうような感じのリアクションだったと思うんですけども、まあ、あのそれぞれ3人ともやっぱりそのセブンに対しては思い入れありますので、まあ、あの思い入れあるしまたリメイク作を作りたいっていう気持ちもあったので、まあ、あのすんなりと受け入れてもらいました。今回一番気を使ってた部分はオリジナルのファンの方とで、やっぱりそれから20年以上時が経ってるので新規の方もかなり多いだろうと、ですからその昔からのファンの方と新しく今回セブンを遊ばれる方、この双方にこうバランスよく、楽しんでもらえるものをこう提供しなきゃなというところが一番気を使ってたところです。そうですね、あの今作ってあの私こう北瀬の方からあの言われこのゲームを作る上で言われているのが、まあ、最初に言われたのが、まあ、FF7 を原作やっていたこうユーザーがこう、まあ、懐かしく、まあ、新しいっていうところと、もう一つ今までFF7 をやったこともないユーザーっていうのが、あ、なんかでもクラウドとかセフィロスっていう名前だけはなんかいろんなあのところにこう出てるので、まあ、知っているっていうユーザーに FF7 っていうのはこういうものなんだっていうものを伝えてほしいっていうのを私はこう受け取ってて、セブンの設定っていうのは星に、なんだろうな、星の中にこう生命エネルギー、ライフストリームという生命エネルギーがありまして、まあ、シンラという企業はその生命、星の生命エネルギーをこう魔鋼という形で吸い出してこうエネルギーとしてこうガンガン消費している企業という設定です。まあ、ストーリーの最初の方の舞台になるミッドガルっていう大きな町があるんですけども、まあ、シンラカンパニーが30年ぐらいかけて作った鋼鉄の都市です。非常に、高層の都市でしてね、あの上の方にプレートと呼ばれてるその比較的裕福な人たちが住んでる層があって、下はスラムという貧しい人たちが住んでるエリアがあって、まあ、格差を絵に描いたようなそういう社会ですね。はい、それは当時作った23年前に作った設定であるんですけど、こう今の時代にもある意味こうなんだろう通用する、世界観、世相を反映したまあ世界観になってるんですけども、あのそこに危機感を感じた、アバランチという組織がその生命を吸い取るシンラという企業に対してこう抵抗していく物語っていうのがベースとなっています。シンラカンパニーが、独占している星のエネルギーをもっとあのなんていうのかね、あの自分たちに、の自然な形にあの戻そうというのがアバランチの思想なんですけれども、アバランチのある魔鋼炉爆破作戦に参加してもらうためにあのクラウドを雇って、元ソルジャーのクラウドを雇って、ストーリーが始まっていきます。今回ね、FF7 リメイクがその原作でいうところのどこのエリア、どこのストーリーまで描いているかという部分なんですけども、まあ、いわゆる原作でも印象的だった一番魔鋼炉の爆破のシーンから始まりまして、まあ、ミッドガルのさまざまな側面を描いて、ミッドガルを脱出するとこまでを今作で描いています。まあ、今回作るにあたり、
プレイ動画、まあ上がってるプレイ動画とかも含め実況動画とかかなり見たんですけど、そうですね、9時間から11時間ぐらいが一番多かったのかな。ミッドガルの部分だけを見てると自分が思ってたよりスムーズな感じをしたんですよ。スムーズに進行していくなっていうのを感じて、もっとなんかまあやれる余地っていうのはいくつもあるなとは思いながら見てまして、スラムはかなり移動はしてるんですけど、ミトワルの上をそんなに使ってないなという感じですね。もっと使えばよかったな。まあ当然その後またミトワル戻った時にまたその最初とは違うイベントがあるんですけど、序盤でもっと上が見られたらいいのになとは思ったんですが、そういう昔プレイした時にもうちょっとこうここを見てみたかったなってところにもうちょっと手が届くようになるといいなという、そこに見えてる施設に入りたいとかあのビル入りたいとかっていう欲は増えていくものだと思うので、ただ当時よりはミッドガルを感じられるものになってるとは思うんで、まあ背景だけではなくて、そのそこにさっきも言った通りその住人たちとかもちろん仲間のアバランチのメンバーとかっていうのがやっぱりこう厚みがあるキャラクターになっているので、よりそこの生活を感じられるかなとは思ってます。そこをまあこうちゃんと今の時代にこう FF7 っていう、こうまあすごくファンが多いこう IP に対してユーザーにちゃんとしたこうものを作るためには、もうそのミッドガルを1本を描くだけでももうものすごいボリュームで、もう本当に FF のこうナンバリングと同じ規模のこうプレイボリューム感があるので、まあよく一部ユーザーでもミッドガルまでだけなんだみたいな声は聞くんですけども、全然この1本だけで十分にこうユーザーにこう我々のこう伝えたいものとか FF7 の魅力っていうものがもう十分に入っているので、しかもですね、もうこうデザイナー含めてものすごくこう作り込んでいるので、こうディスクもやっぱブルーレイ1枚じゃ入らなくて、もう2枚組でこう作るぐらいの、まあ、そのぐらいのこうボリューム感で作っているので、その、まあ、ミッドガル脱出までっていうところでは何も不安にこう感じていただく必要はないかなというのは思いながら私は作ってます。今回オープニングでそのミッドガルの前景が現れる映像を一度見ちゃうと、過去のミッドガルの前景がすごいスカスカに見えてくるぐらい今回すごい密度が高くなっているので、まあ相当まだやれる余地があったんだなというのは見て思ったんですが、まあそこにこう今回セブンのリメイクでもまあ歩ける、まあ全部が行けるわけではないですけど行ける範囲は広がってはいるので、でそこに登場する、まあ、キャラクターとか住人たちっていうのも、まあ、かなり濃く描かれてはいますので、おそらく過去に感じたミッドガルの印象よりより没入感のある描かれ方になってるんじゃないかなと思います。新しく今回セブンを触られる方を考えたら、まあ、昨今のゲームやはりこうアクションが主流になっているっていうところがあり、でもう一つこうセブンの世界観を一番こう楽しむにはこう臨場感をいかに高めるかっていうところがあって、まあ、それにはどうしてもこうリアルタイムの操作っていうのは必須だろうと、まあ、だから第一にそのリアルタイムでこうアクションさせるっていうのが第一課題というかありまして、ただ、まあファイナルファンタジー全般でいうと数値とゲージの管理、これも必須、これがあって、まあ、FF だと自分は思っているので、
さらにこうセブンでいうと ATB バトルっていうのがあって、そのマテリアを使って ATB を使ってっていうところのセブンらしさで、この FF らしさ、セブンらしさと今のこのゲームの流れ、そのリアルタイムでアクションっていうところ、これらこう全てをミックスして一番こうバランスよく、これもまたバランスなんですけど、着地させるっていうところがコンセプトです。今回のバトルシステムってアクションバトルとコマンドバトルっていうのがこう融合したバトルシステムになってるんですけど、決してアクションバトルが作りたくて今のバトルになったわけではなくて、 ATB バトルっていう、 こう FF ならではのバトルシステムっていうのを今の時代に合わせてみたらどういうふうになるんだろうっていう発想から、こうそうするとやっぱりよりこうセパレートされているよりかはこうシームレスにやっぱりつながる方がいいので、やっぱりそうするとよりアクションっぽくこうゲームスタイルが変わってくる方がやっぱり今風だけど、 ATB のこう良さっていうのは残したいので、やっぱり ATB とこうアクションバトルっていうのをどういうふうに融合するかっていうところがやっぱすごく最初のこう難題というわけじゃないんですけど、そこにこだわって作ったバトルシステムですね。まあ、加工作のものをリメイクするっていう上で、当然過去にあった要素っていうのは、まあユーザーの方たちが体感できるようにしないといけないかなと思うので、まあそれをどういった形で組み込めば、まあ遊びの体感を失わずに、まあ気持ちよくはまるかっていうところを、まあ考えた結果、自然と、まあ過去の要素っていうのを用いるようになったっていうところになります。今作においてはもちろん現代なので、現代のゲームシーンって比較的こうなんだろうな、アクションの手触り感、フィーリングがやっぱり主流になっている中で、いかにその原作のコマンドベースのファンと現代のこうアクションベースのファンをこう両方満足させられるかっていうのは非常に大きなテーマになっていました。まあ、アクションって言っても一言で言ってもかなりいろんな要素があると思うんですけど、まあ、例えば、まあ、単純にカメラを自由に動かして、まあ、その中でプレイヤーキャラクターも自由に動かせるっていう要素だったりとか、まあ、ボタンを押したら攻撃が出るだったりとか、まあ、あとはタイミング系の瞬発力が求められる要素だったりとか、まあ、そういったいろんなアクション要素がある中で、まあ、どこまでを、アクション要素として取り入れて、まあ、その上で、過去の ATB システムっていうのを、どのぐらいの割合で取り入れるっていうのが、まあ、一番面白く気持ちよくなるかっていうところは、まあ、一番苦労してて、まあ、実際ずっと悩んで、まあ、それこそその敵一体作るにしても、まあ、この敵はどれぐらいの割合でそういうのを作っていこうかっていうのは結構ずっと作りながら、悩んでいたところですね。重きを置いて作ったのは、まあ、アクションと、コマンド戦略性っていうところの二軸があったと思うんですけど、まあ、重きを置いたのはやはりその原作からあったコマンドと戦略性の部分で、まあ、アクション面っていうのはどちらかというとこう躍動感を出すためだったりとか、まあ、臨場感を出すためだったりっていうのに、まあ、うまく利用できないかなっていうのと、まあ、システム的にそのコマンドの方の要素に通じるような、まあ、その最初のステップとして用意したので、まあ、すごく簡単な操作でアクション部分を楽しみながら、頭を使う部分の大多数はコマンドの方の選択に使ってもらえるような形を目指して作りました。当時はですね、やはりそのグラフィックに対してついている音楽は内蔵音源というものでなっていたんですが、やはりハードの制約を受けていたことにより表現を、抑えなければいけない部分があったりとかしたんですが、今回ハードの性能が圧倒的に上がったことにより、グラフィックの表現、カットシーンでの表現力が上がったので、音楽の方もそれに合わせる形で表現力をアップさせました。今回、新しいシーンに対して、新しいアレンジだったりとか新規の、テーマとかを当てたりしているんですが、原作のですね、音楽がとても素晴らしかったので、新しいシーンに対して、新しいアレンジ、新しいテーマを当てるっていうのはだいぶプレッシャーがかかる部分ではあったんですが、やはりそこは、今回絵の表現力だったりとか、あと一番大きいのはですね、昔いなかったダイアログ、セリフが入ったことが大きくてですね、近年やっぱり世界中見ても割とインタラクティブミュージック、状況によってこう音楽が
切り替わってっていう演出っていうのが結構多くなってきてる。まあセブンリメイクも他でもなくやはりそこを取り入れてます。であるシーンとかでしたら3バージョンある曲でテンポが全部一緒、構成が全部一緒、メロディーが入る場所が全部一緒、ただアレンジが全て違う。で3本同時になっててこう、クロスフェードさせて自由に切り替わるっていう演出をしてるんですけど、まあ何ですかね、すごく上手な DJ プレイみたいな感じですね。なだらかにこう、まあ場面の展開に、それぞれ寄り添ったその、楽曲を、シームレスでこうつなげていくということで、まあ感情の、起伏の高い盛り上がるところは、そういう音楽が好きで、そこから急にこう静かになったりするところは、こう無理なくこう自然にこう、まあ、プレイヤーとそして、まあ、映像シーンの、その、イメージにこう、うまく寄り添った展開ができるようになっているので、やはりですね、原作が好きだった方もたくさんいると思うんですが、今回リメイクを通して新しくこのファイナルファンタジー7に触れていただく皆様も多いと思いますので、その新しく今回ファイナルファンタジー7の音楽を聴いていただいたときに、あ、ファイナルファンタジー7の音楽ってやっぱりかっこいいなって思っていただいて、で、今回の触れていただいたきっかけにまた昔のファイナルファンタジー7の音楽にもまた触れていただいて、あ、昔の音楽もすごい良かった、両方良かったって言っていただけるように、思っていただけるように、考えて意識して作りました。ファイナルファンタジー7リメイクで、意図したことということなんですが、まあ、意図したことっていう答えになるかどうかわからないですけども、やっぱその最初に、リメイクを制作するというのをこう伝えた時にやっぱり一番最初に思いがあった、それで最後までそのコンセプトになっているのは、セブンの原作の続編のアドベントチルドレンで表現したグラフィックス、あのグラフィックスのクオリティのクラウドで、しっかりと原作をプレイしたいっていう思いが、みんなさっき、僕と、橋本さんと、野村哲也3人にありましたので、まあ、そこを実現したいという思いが強かったですね。まあ、AC でリアルなセブンの世界観というのは一度構築はしたんで、まあ、なんとなく AC は指針にはなるんですが、やはり AC からも10年近く経っているので、皆さんの記憶では AC すごいリアルだったっていうふうに思ってるかもしれないですけど、当然オリジナルセブンからはリアルにはなってるんですけど、今のこう流れからするとそこまでリアルではない。なので、まあ今の流れに合ったリアルさ、ただ本当にまんま人間のように作ってしまうと、おそらくセブンっぽさっていうのはなくなってしまうので、そのギリギリ、まあ AC の頃もギリギリでやったんですが、まあそれが10年ぐらい経って今の技術のギリギリのところの落としどころっていうのが今回のリメイク版のモデルかなと思います。原作の世界が現実にあったらというのがテーマでしたので、当時は想像に任せていた細部や画面外の部分に対して説得性のあるディテールを考察して作り込みました。ミッドガルは閉じられた街ですが、そこに生きている人々や駆け抜ける主人公たちのドラマを一緒に体験していただくことで、ミッドガルが本当に存在しているように感じていただけるように一生懸命作りました。今回のセブンリメイクが、まあ、現代のプレイヤーにどういう意味を持つかですけれども、やっぱりその元々のファイナルファンタジー7のオリジナルっていうのがその、まあ、当時やっぱ 3D のゲーム、 3D の RPG ゲームとしてこうすごく画期的なものだったし、それはただビジュアルだけの話ではなく、やっぱりストーリーも、まあ、バトルシステムも含めて新しい体験ができたものだったと思います。ですから今回もそのセブンリメイクを作るにあたって、まあ、同じように体験できるもの、新しいRPG の始まりになるようなものを作ろうとして、プロジェクトをスタートしています。
例えば天やあの13を作るときは FF のナンバリングをあの作るっていうのはすごく大事なことなんですけども、今回あの本当にファイナルファンタジー7リメイクはそれと同じ気持ちでもう一度ファイナルファンタジー7をあのしっかりとあのファイナルファンタジーの最新のファイナルファンタジーとして、再創造するっていうことをこうテーマにあの作っています。あのなのでぜひご期待ください。こう遊んだ感が十分ある内容にはなってると思います。で初めて遊ぶ方にとってはおそらくこの先続きがすごい楽しみになる作りになってると思いますが、まあ、それはけどファンの方も昔からの先は気になる、いや知ってるよって思うかもしれないですけど絶対気になる形には仕上がってるはずなので、まあいろいろ心配もあるかもしれないですけど満足していただける出来にはなってるとは思います。ぜひ触れてみていただければと。